こんにちは、パパコです。今回のテーマはですね、多くの日本人が主食として食べているご飯の話をします。以前の記事でもあげたんですけども、食べ物のね、同化テクニックっていう方法がありまして、食事の際に、食べ合わせを考えることで、消化が良くなるっていうものがあるんです。で、私の中では、一番わかりやすいなと思っている内容に、穀物及び、芋類を一食の食事で、2種類以上取らないっていうものがあります。どんなことかってちょっとわかりにくいかなと思うんで、どんなことかって言いますと、具体的に言いますと、ご飯、お米ですけど、それと、例えばパンとかですね、焼きそば、それは、小麦からできてると思うんですけれども、それを同じ食事で取ってはいけないっていうことなんです。で、私、今まで、お好み焼き定食で、お好み焼き、さらに焼きそばも入ってるみたいな、プラス、ご飯とか、あとステーキセットなので、ご飯、プラスフライドポテトとか、よく食べていたんですけれども、これ初めて聞いた時はかなりショックだったんですけども、この同化テクニックっていうのをやり始めて、結構納得しました。これね、そこそこお腹いっぱいに食べても、お腹の張る感じがね、全然違うんです。で、食べたものが胃から腸にかけて、すんなりと、消化されて、お腹のその張りが、結構早めに、なくなっていくっていうイメージになります。で、実際にですね、自分でこれを試してみて、やっとそれを実感して納得することができました。で、ここからがちょっと本題になるんですけども。で、私の食生活を思い出してみると、例えばフライドポテトプラスご飯というのは結構わかりやすいんですけども、他にもですちょっと引っかかることがあったので、今回紹介したいと思うんですけども、私はですね、よくご飯に、おし麦っていう、麦なんですけど、それを入れて、麦ご飯として食べているんです。で、そうですね、かれこれ、7、8年ぐらい前からずっと食べているので、もう習慣になっちゃってて、で我が家ではほぼ、夕食はほぼその麦ご飯になっています。で、たまにですね、発芽玄米が入っていたりすることもあるんですけども、その時も大体おし麦が入ってるんです。で、発芽玄米入りのご飯は、玄米もお米なので、お米プラスお米なので、特にその問題はないかなっていうふうに考えているんですけれども、麦ご飯だと、米プラス麦ですよね。で、米プラス麦になってしまうので、その先ほど挙げた、同化テクニックとしては良くない組み合わせなのかなっていうふうにちょっと思ってました。思うようになりました。で、これちょっとあまりにも、ずっと自分の方で、中では習慣してて、うっかり忘れててか、ほとんど気がついてなかったんですけども、ちょっとこれが、ね、麦プラス米がいいのかどうかっていうのがちょっと疑問に思うようになりました。ただ、他に聞くこととしても、他に聞くこととして、日本の今まで、この最近ではなくて、古来からの日本の食生活が一番日本人に合ってるっていうのも、聞くことがあるんです。で、この、先ほど私が言った、おし麦入りの麦ご飯とか、あわやきびの入った雑穀米っていうのは、かつての日本ではよく食べられているっていうふうに聞いていますので、で、あわとかきびとかですね、麦とかは、精製した白米と比べると、ビタミンや食物繊維を豊富に含んでいて、生活習慣病の予防にもなるっていうふうに聞きます。で、穀物を、先ほど挙げた穀物を2種類以上1食で食べないっていう同化テクニックと、ちょっと日本古来の、雑穀米であったり、先だと五穀米とか、三穀米って言ったりすることもあるかなと思うんですけども、そういうね、日本古来から食べている穀物同士をブレンドした、ご飯って言っていいと思うんですけど、ご飯の食生活、どっちの方が、日本人には合っているのかなっていうのがちょっと気になっていますね。またちょっとこれについて、自分で調べたり、また他の、
詳しい方に聞いたりして、新しいことが分かりましたら、ここに、まあ、ここにと言いますか、ブログであったり、下のコメント欄の方に追記したいと思います。ここまで、ご視聴ありがとうございました。パパコでした。